何もらったんだ。これ靴です。ルイ・ヴィトンの靴。すごいっす。ホストグラミー。本当にプレゼントも VIP。 ありがたい。全身ヴィトンになるじゃん。間違いないっす。23歳すごいっすよ。ヴィトン兄さんみたいになっちゃった。噛めば噛むほど味が出るホスト、朝日奈外です。うおー。噛めば噛むほど味が出るホスト、ゴールド名古屋主任朝比奈颯太。月間売上2700万オーバーを記録し、店舗歴代記録を更新したゴールド名古屋の若きエース。今回颯太のバースデーイベントに密着。歴代記録を塗り替えた男にふさわしい最高級の一夜がそこに。開店前のゴールド名古屋店内、この日開催される颯太のバースデーイベントのため、店内の装飾が行われていた。どうすか、出来は。いい感じにできてるですね。まだ詳しいね。見てるの場所がなんかもうちょい装飾が出てますもうちょいテーブルこの辺こっちの方がいいっすよ。こだわりを発揮してますいやまあ大事ですよ、そこは。自身のバースデーイベントということもあり、念入りに装飾を確認していく微調整いろいろ完了して出来上がったっすね。これで完成と。はい、いい感じっすね。かわいいっすね。綺麗にできたっすね。え、この装飾も込みでお客様が今日おろしてくる。装飾は多分店側が、はい、すごっ。お願いじゃないですか。ありがたいことに。ずっとそわそわしてます。なんで。そわそわしてるんですか。そわそわします。何のそわそわ。緊張が。これは緊張が。はい。もうイベントと同じぐらいそわそわ。そうです、そうです。なんでね、まあ、楽しみ、決まらずに。はい。もうなんかもらってますか。いやー、いっぱいもらいました。え、ありがたいことに。さすが愛されてます。いやー、いいお店です。ありがたい。ありがとうございます。目いっぱいに広がる豪華な装飾。ここからも颯太に対するお店の期待が見える、うんうん、これですか、プレゼントの。あ、これです、これです。誰からもらったんですか。これキリトさんからいただいて、はい、何もらったんですか。靴ですね。ユイ・ヴィトンの靴。すごいっすね。ホストグラミー。本当にプレゼントも VIP ありがたい。全身ヴィトンになるで間違いないっす。23歳すごいっすよ。ヴィトン兄さんみたいになっちゃった。恥ずかしい。さん絶対にも愛されキャラじゃないですか、うん、どこの席も行けるし、オールマイティーだし、空気読めるし、飲めるし、面白いし、必要不可欠ですね。なんかその颯太が自分の席に来てくれると、やっぱ女の子も僕も嬉しいですし、そういう面ではすごい助かってますね。お酒一番飲んでるんで大事じゃないですかね。やらしく言うと、うん、女の子も飲ませたがるんで、はい、一番単価上げを意識せずに単価上げできるキャスト。それはすごいことなんで、うん、もう誰でもできることじゃないんで。ケンチさんはお酒は強い方ですか。僕はあの勢いで飲んでるだけなんで弱いんですよ。弱い。だいぶヘルプとかでも助けられてるんで。そうですね、結構助けられたりありますね。颯太さんの魅力は、女の子が元気なかったりとか、うん、僕が元気なかったりとか、そういう風にした時に元気はもらえますね。颯太見てるとやっぱり悩んでる自分がちょっとバカバカしいなみたいな、そういう風に思いますね。颯太さん自身も結構ポジティブな感じなんですか。ネガティブなところは見せないだけだと思いますけど、可愛さっていうのはずるいですよね。僕がやってもダメなことを颯太がやって許されるみたいな感じはあるんで、そうなんです。いや、可愛さ的なものは絶対あるんで、はい、女の子ってそういうのに弱いじゃないですか、はい、あとやっぱあの上の人たちもやっぱ可愛い子は可愛いですからね、はいはい、やっぱ可愛さは勝てないですね。ずるいなと思います。まあ、別に僕は可愛いとは思ったことないですけどただ可愛いはずるいなと思いますね。ゴールド名古屋から緊急告知。歴代史上初、東海エリア最高額ゴールド名古屋入店者に日当25,000円を支給。詳細は概要欄をチェック。仲間からも愛され、多くのプレゼントをもらったという。
順風満帆に見えるホスト人生。しかしそんな蒼太にも辛い時期があったという。大変な時もありましたね。どうしてもみんながバンバン入れて売れていってる中、自分はね全然お客さんも今そこで諦めずになんか続けた理由って何ですか。そこで終わったらダサいじゃないですか。そんな理由なんですけど、本当に、なんかまだ売れたと思ってないですけど、なんか、はいはい、じゃあね、掃除だけで終わるのかって言ったらね、嫌ですし、だったらね、そこまで頑張ろうかなと思ってっていうのあったんですね。そういうのでやめてちゃうし、多分多いじゃないですか。そうですね、だからもったいないなと思っちゃうんです、僕は、すぐ見切りつけてね、やめちゃうのは。僕はやっぱ遅かったんで、ひらみずにやったから今。そうですね、やっぱ続ければ続けるほど、やっぱり売れるのかなとも思うんで、絶対ね、きっかけは来ると思うんで、どっかで。集客とかはどうしてました？あそこはもうやっぱゴールドめちゃくちゃ初回が入るんで、あーなるほど、これね、どう指名もらうかみたいな感じですね、やっぱり心がけてることみたいになります、もっとみたいなコスパとしての、自分が楽しむことですかね、けどまずは自分が楽しんだら相手にも伝わるかなって思うんで、楽しませるのはもちろんですけど、それの中で自分も楽しむことが大事かなと思いますね。自分が楽しみすぎちゃって、あ、そうです。飲みにすることもあると思って、はい、自分が楽しみすぎちゃう。そうです、本当に。酔いつぶれてるんですか、店。いや、酔いつぶることはないですね。あ、そうなんだ。はい。記憶なくて飲んでる時はあるんですね、けど。記憶なくて飲んでるのか、飲んでるから記憶飛ばしてるのか分かんないんですけど。営業中の記憶がない。営業中の後半がない時はたまにありますね、やっぱり。全然ありますね。続いたら家みたいな。そうですね。僕大丈夫でしたって次の日。ちゃんと人帰ってるんです。ちゃんと帰ってるんですね。外で死んでることはないですね、全然。売れてからその自分の中で変わったことがあります。いやー、僕は変わったことは特にないですけどね。全然ずっとこのまんまだなと思うんですね、なんか。接客の仕方とか。もう全然ですね。ずーっと。こんな感じです。本当にもう。ただ喋ってって感じですね。お酒飲んでみたいな感じですね。なんで毎日二日酔いです。今日も、ね。今日も。自分が楽しむこと。ホストとして心がけていることをこう語った蒼太。その言葉を証明するように、この後の営業で蒼太とお客様の笑顔があふれる。さあ、ます。なんちゅうところからスタートしてんねん。ワールド名古屋トータルパフォーマー立花夏樹。以前ゴールド名古屋に在籍し、度重なる問題行動でワールド名古屋へ移動。そんな男がなぜここに？はい、トイレ借りに来たんですか？いえ、違いますよ。今日は久方ぶりに少し出番がありそうなので。お邪魔させていただいております。なるほど、こういうね、イベントみたいな感じの時は来ると、はい、いやー、本当ですよ、ありがたいことです。ありがたい、もう素敵なイベントに呼んでいただいて、はい、このカッパ目も大喜びでございます。蒼太のバースデーと聞き、わざわざ足を運んだようだ。今日はバチッと決めさせていただきますよ。やっぱ一番似合うですね。ソップさんのために来てくれた。ソップさんのおかげでしね、すごい。スパイが来た、スパイが。スパイが来たぞ。ワールドのスパイ。ワールドのスパイが来た。リセッシュですか。夏樹の乱入で波乱の予感が漂う。次回、ついに幕が上がった蒼太のバースデーイベント。一撃1500万という超高額オーダー。目がくらむような最高級の一夜をご覧いただこう。そして、お祝いに駆けつけた夏希の勢いも加速していく。